目だよ。止まれ！そこを動くな！負けられない。ふっ、やっと残った。くらえ、気を向くぞ。はぁ、未来を取り押さえろ。いや、備えろ。敵残り1体、あともうちょっと。加減はしない。突きやれろ。くぁ、先を行こう。警戒して。出てこなければ犠牲者が増える。俺たちの戦争を知って。俺たち以外に生き残りなんて。と、まさか三人も生き残り。誰も生き残らない予定だった。前から目撃情報は多かったからな。餌を増やして誘ったの。ミスミス死にに行かせたのか。何のためだ。国軍では人間に勝てない。その無力な現実を民にはっきり分からせる必要があるのだ。軍の評判が下がることで得を。救世主、こいつまさか。
ルイの手下か。民は哀れなほどに愚かだ。そんなことのために、うん、今に始まったことではない。新兵どころか村一つを見捨てて、村を見捨てただと。まさかお前ら。7年前、6月最初の日の曜日、北の丘陵でハリアという村が滅んだ。ああ、そんな名前だったかもしれんな。俺はな、クリンゲル。俺は、動くな！助けて！貴様らは誘い込まれたのだ。検問のない道はここだけ。計算済みよ。どこまでも腐ってやがる。貴様のようなクズ、命に変えても許さん。何時遺恨に明かりし人よ、憂いを抱える旅人よ、あなたもまた道を選ぶときです。何時王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。貴様に見捨てられればもはや行き場はない。けっ、こんなところでしくじるわけにはいかんのだ。貴様らに現実を叩き込んでやる。現実だと？力ある者が義務を果たさず罪なき者が死んでいく、そんなものが現実なら俺が全部壊してやる。うわぁ！ハリアイタス、民も領地も家族すらも今はない。残ったものはただ一つ、この身に流れる貴族の血。貴様ら悪を打ち滅ぼす尊き者の使命だけだ。叩き込んでやる。これは彼にまで同じ力が。だったら導いてあげて。なんだか知らんが、この魔導機の力、部下を盾に干す、ふさわしい目に合わせ。魔導機の力は強力だ。切り捨てる。自由な旅人の力を。かー、強い。くらえ！ユイ様。悪くないな。また強くなったよ。また強くなれたみたいだな。新たな技だ。バカだ。士官にまで。俺もこいつと同じか。お前たちは一体。俺はレオン・ストロール、ただの田舎貴族だ。クリンゲルが言ってたろ。俺はその村ハリアの領主の息子だ。今さら合点が言ったよ。道理で早馬を送っても助けが来ん。あの悲劇が俺にも理由ができた。俺を仲間にしてくれ。
グライアス。こっからは見張りの手間が少しは省けるか。認めてくれるんだな。お前たちも構わないか。とっくに仲間だ。そうか、オンニキル、改めてよろしくな。誇り高き貴族ストロー、彼との絆を育てることで。お前と志を共に。関係あるのかな。考えてみると、あんたが目覚めた途端、なんでストロールも急に同じ力が使えるように。これって一体。え、何？驚いたな。ここへ迷い込んでくるとは。妖精か。もはや滅んだと思っていたが、エルダの里ではまだ生きているのか。うわ、何その失礼な言い草。思っていたより早い再会になったね。まさか君以外にまで新たな目覚めが。アーキタイプを本来の魔法だと言ったこと覚えてるかい。まあ、大体。例えば、君はエルダ、誰しも定めに苦しむ。そして人々は、仲間の彼にも。ちょっと、あんた誰？ほう。まあ、最初はそうでもなかったけど、今じゃ運命共同。そうだな。私、お互い背中預ける関係っていう。そう？神秘の妖精、ガリカ。彼女こそ、彼女との絆を育て。あんたを迷わせない。これが私の役目。え、今の興味深いな。今ので分かったろ。君は他者の覚悟ある生き様に触れることで新たな力にできる。そして自分や仲間だ。例えばそう、もう一人の連れの眼帯の男。どうやら彼はアーキタイプについて本人の言葉通り物にならなかった。え、グライアスも同じ力使えるようになるってこと？探求者のアーキタイプの特性、いや君自身の特性かもな。やはり君は何か特別らしい。さ、これはね、では
もまだ成長できるとはな。興味深い。それは無理していくといい。気になるかい？いい子だ。それは。え？ただ。見てくれ。うん。待って。また。うん。また。よしよし。この猫は。Thank you.
なるほどね。よく来たね。先ほども言ったが、どうも君は特別だ。君が力の、なぜなら英雄と人々のために、今後は君が自ら例の僕の本を開いて、ここの景色を僕はいつだって。あれ？どうしたんだ、二人とも。突然ぼーっとし、ぼーっと？実は俺も何やら妙な感じだ。急に感覚が冴えてきたというか、昔魔法、それってじゃあさっきのは現実なんだ。魔法ってさ、なんだと。にわかには信じ、正直あたしこの感じ。よし、それと俺も頼む。国葬まであと5日だ。もうあまり日がない。見て。どうした？
それなら、気をつけろ。さっきよし、よくやった。ふっかっ、やるさ。やるぞ。うら、落ち着いていこう。加減はしない。風よ、最後まで油断大敵だ。慌てることもない。ファイター、残したか。敵をあらかた倒した。俺で昇級しか。キャッキャッ、よし、やろう。戦闘開始だ。悪はただす。消えた。自由王者の魂をここに。
却。一気に攻める。やってやるさ。俺は俺の正義を貫く。ファイター。どう思ったより耐えるの。自由な旅人、行くぞ。風よ。最後まで油断大敵だ。思い切ったぞ。できないぞ。王者の力、この身に宿れ。どう？恥ずかしくない戦いをする。加減はしない。突き荒れろ。あと2つ。さあ、ドファイター。ファイター、たたき気を抜くな。さて、ファイター、たたき切る。いつもこういったもんだ。ああ、こんなもの。近くに敵が残ってるよ。油断しないで。キャッ。このまま押し切る。ひよこども。はあ、大丈夫、やれるよ。ふっ、やっ。剣なら使い慣れ。ファイター。違うな、今は待つ。
まさか。どうだ。見つかったわ。一気に攻める。下手な戦いはできないぞ。加減はしない。突きやれろ。いい感じだ。さあ、ね、どうするか。ファイター。どう、もう少しだ。慌てることもない。ファイター。叩き切る。残り一つ。まあこんなもんだ。残り一体。もうちょっと。最善。この状況が悪い。やるぞ、若造だ。これが経験の差というやつだ。驚かれるものだ。力もまだ伸びるか。面白い。片付いたか。これで安全になった。剣なら使いなれ。いけるよ。うぅ、この目は任せた。年季の違いを見せてもらった。敵残り一体。ふっ、やっぱ。ふぅ、なんとかなったね。うまくいった。敵をあらかた倒した。これで昇級しか。見つけた。よっしゃ。いつも通りに行こう。すぐに片付けるぞ。貴族として責務は果たすさ。任せた。さてどうするか。行くぞ。ただ行け。落ち着いて行こう。くー、覚悟はいいか。思ったより耐える。やるぞ。ファイター。やっと一息つけそうだ。まだまだ学びはあるけど。これでもう大丈夫ね。ふっきゃっ。いいもの見つけたな。役に立ちそうだ。このまま押し切る。キャッキャッ。セッセッカッ。よし、もらっとこう。キャッキャッ。いや、びっくりしなくて大丈夫か。体力に注意して。この戦い。
勝ってさせるか。負けられない。ふっ、やっぱ、あと一つ。呆れたものだな。よし、敵はもういないな。下手な戦いはできないと。貴族として。よし、次も自信を持っていこう。まだ敵が残っていた。注意して。もらっておけ、無駄にはならんさ。やってやるさ。やるぞ。貴族として責務。正念場だ。さて。熱い。ここで諦めるわけにはいかん。この一撃で本物を押し込め。連携の違いを見せてもらった。敵残り1体。行くぞ。突きやれろ。セブンやめったり耐えるな。慌てることもない。この目は任せた。すまない、クライアス。王者の魂をここに。この調子で行こう。警戒しろ。キャッツ。敵はこちらに来た。簡単にやられはしない。これを使おう。最善を尽くす。手加減はなくだ。やるぞ、ファイター。貴族として責務は果たすさ。ファイター。ジェス。長いは無用だ。驚かれるものでもない。力がついたな。いい感じだ。どうやらいい経験を。この技実践で見るのが楽しみだ。さて、いいもの発見。もらっておきましょう。負けられない。シーカー。最後まで油断大敵だ。その息だ。うわ、登場際が悪い。剣ならつけ。挑む相手を間違えたな。これでもう大丈夫ね。どうする。
くつろいで行ってくれ。なるほど、興味深い。これはね、いいか、頼んだ。もちろん。なるほど、この技なら。何を知りたいんだい？また来るといい。それにしても確かに。じゃあ、行こう。
そう。よし。なんだあれは。マグ、そういえば聞いたことがある。それ、メス…あの怪物、普通この動き…来るぞ。この力で…引きやれ。貴族として、責務は果たすさ。先に頼む。これが本物の魔法だ。マジシャン終えろ。大丈夫、やれるよ。シーカー風よ。覚悟はいいか。ああ、やるぞ。出し惜しみをせ、爆炎。自由、行くぞ。突きやれよ。悪は正す。切り捨てる。英雄の力。恥ずかしか。諦めるわけには。こんなところで。ダメ、起きて。こいつの出番だ。まだやるぞ。出し惜しみをせ。残した。大丈夫？回復を優先して。クロールがやられた。誰か手で。ダメ、起きて。これを使う。まだやれる。クロールが戦闘。シーカー風よ。まだ耐える。さあ、ダジシャ超えろ。お姫を頼む。やれる。行くぞ。突きやれろ。残った。みんな体力使えるというだ。誰か回復できないの。まあこんなものだ。
強くなったよ。俺の力もまだ伸びるか。俺もまだ成長できるとはな。この結晶、まがまがしさに。いろいろ気にはなるが。まさか。どうする？このまま押し切る。よし、やろう。すぐに片付けよう。先を急ぎましょう。サイファイター。残り一つ。悪くない。出し惜しみません。これ、やれるようになってきたのか。まだ敵が残ってるみたい。注意して。キャッチ。はい。下手な戦いはできないぞ。くっ、突き上げろ。あと2つ。サトイのファイター。どう、最後だ。さて、やるぞ。燃えろ。いつもこう行きたいもんだ。もう敵はいないわ。安全になったみたい。こいつは。え？見ろ。だが。気をつけて。まさか戦う道を選ぶとは。言っておくが、首を取れとはいえ、幸いこいつはそこまで多いか。こんな場所で。ドラゴンだろうと、匿名のためには昼間がいないだろ。突き上げろ。最善を。王者の力、この身に破れ。
やるぞ、マジシャン。これ。さすがグライアス。落ち着いていこう。フッ、やっ。手加減はなしだ。さて足を染み寄せ。恥ずかし、王者の魂をここに。断ち切る。さて、王者の力、この身に宿れ。使えるというなら。落ち着いていく。切り裂く。強い。正義に。手加減はなしだ。攻撃、綺麗に入る。慌てる気あるぞ。氷結。こんなとこだな。さらなる高みを目指す。力がついたな。また一つ強く。全員。
心臓止まり。雨か。ジレ、ここを抜ければ。馬車を使ってだ。今は国葬。馬車か。雨で体が。凍えずにす。こうしてるとうちは固い貴族の若でも燃えさだが軽蔑していた両親はそれは天地がひっくり返ったよ。でも結局父はあの時もしも軍が俺はねえクライアスだったらそうだな剣がどうかあの剣は魔法の素養が高い殿下だが殿下そんな聞いたことたくらあの落ちていくこちらへ。殿下、ご無事ですか？遅い！この絵、女性を飾りだ。ね、なめるな！この命は飾りにあらず。主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。出た。何をしている。おい、私は待った。殿下、殿下。これは。王子殿下は一命を取り留めた。王都中の魔法医がもはや術者本術者の死を。なぜ。見たのさ、それが王子で、これが。なるほどな、極秘の。我ら、ただし。まさか、なあ。ああ、そう、何、一緒に。そろそろ。疲れたな。まさか。はあ、早くね。まあ、それにしても、私確か寝たはず。
どうやら前にも言った通り探すんだ。王冠や勲章、そうやって仲間や支援者たちが増えてゆけば、いつかそんな風に、いや支援者も何、英雄も孤立していては、つまりアーキタイプといえど、この戦場では試練や壁に、さてそうまであと4日。よし。ここだな。行くぞ。よし、行くか。秘密裏に事を運ぶため、ノルド廃鉱山を抜けることにしたい。思わぬ足。国葬まであと2日。ようやく馬車が拾えたな。前に馬車乗って。今のお前たちだ。こうしてると、あの時は。まさか俺、お互いよ。ああ、はあ、私たちがよ生まれた町から。そろそろあまりしゃべ。あなたはもしや戻られたのですね。エンロ、ご苦労様でした。まだこの顔を忘れていないも。何を言う。知らない建物。軍が一水面下の小牧に混乱もあっぞ。国葬まであと1日。ノルド廃鉱山を抜け、辻馬車を拾った長期旗。明日の国葬。心配いら。人目を引くなよ。日陰通りに。行くわよ。